手頃なのがいるじゃねえか。仕留める。早くは持たない。引き返せ。行けるぞ。おい、やめろよ。窮屈さがなくなってきたな。様になってきたじゃねえか。
児玉を守りきれたか。よかった。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。うまくやれている。だがまだ気を抜くんじゃねえぞ。やるしかねえな。
前こそこそやるのうまいな。褒めて話してる。どっちどっちもだ。なんだ？
なんだこりゃ。今の状況じゃこれはいい方だな。無駄遣いするなよ。光はこの奥に集まっていたはずだ。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ、聞け。待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。
彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。なんだと？私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか？ケイケイ、どういうことだ？こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか？肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。近くに回って様子を伺え。ケイケ、無事か？こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリア、あなたの気持ちも分かる。だけど私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。これは足止めに使えそうだ。
つは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。弱点だな。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。今だ。人だ。守られるだけの生き方は私の存在を耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる、守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違うのよ。私だって生きていたい。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。背後に回らないと。So now!
また。ケケ、あいつを追わないと。この子、まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるじゃねえ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと経験、エリカのことありがとう。気にするな、汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ。ああ、ありがとう。よし、行くぜ、相棒。うん。Thank you.
お前がいて助かったよ。何が？お前みたいに素直な奴は仲間の中にはいなかったからな。言いたいことはなんとなくわかるよ。できねえな。ダイヤは払ってきたよ。そうか、ありがたいけど、まだ俺は成仏できねえみたいだ。お前、他にも曰く付きの代物を売ったな。心当たりといえば、あの仮面くらい。先月買い取った男と女の仮面なんだけど、売りに来たやつが妙なこと言ってた。二つの仮面は揃っていれば空気を読むけど、絶対に話しちゃいけない。まさか、バラ売りしたの？片方だけ欲しいって客が二人って、つい。その仮面、何かあるぞ。売り主なら何か知ってるかもな。そうだね。あなたが売った仮面なんだけど、何か秘密があるなら教えてもらえませんか？昔、身分の違いを隠すために仮面をかぶって密会していた男と女がいました。しかし親に知られてしまい、二人は引き離されてしまったので、お互いの仮面を交換し、来世で結ばれることを誓い合ったそうです。どうやら二つの仮面を探し出して揃えるしかなさそうだな。女の仮面の持ち主はこの近所にいるはずです。よろしくお願いします。仮面がどうした？あの仮面は呪われてるわ。すごく怒った女性の声が聞こえて、あの人に会わせてって。気がついたら死んでるし、何が何だか。その仮面はどこにあるの？あんな不気味なもの、物置の中にしまったの。あなたも呪われるわよ。大丈夫だ、こいつが何とかする。また勝手なこと言う。ついたな。物置を探してみるか。あった、これだな。待て、触るな。わ、なにこれ、取れない。まずいぞ、力を吸われてる。このままじゃ死んじまう。男の仮面を探せ。呪いを解くにはそれしかねえ。早く、あの人たちを。
今連れて行ってやるよ。クソ、新しい技を覚えられそうだぞ。ああ、そうか。仮面はどこ？この中です。そのなきゃあなたも。分かってる。あった。合わせなきゃ殺すってのはやりすぎだぜ。どうしても恋人に会いたかったんだろうね。仮面が再会できたのか。よかった、これで成仏できる。ありがとう、これで成仏できるよ。あんたたちは仮面を再会させたんだ。きっと幸福が訪れるよ。人助けも大変だな。
戻るんだ。あいつらも諦めたみたいだな。こいつの力は俺たちが預かっておいてやろうぜ。